ごきげんよう皆様、 MCV 子でございます。本日も皆様に MCV のちょっとしたところをご紹介したいと思いますが、それにしても日差しが暑いですわね。これはもう灼熱と言って過言ではありません。雨季が近づいておりますので、その分コントラストというかですね、この暑さもどんどん上昇しております。日々しんどい思いをしながら MCV こちらの7区までやってきております。というわけで中に入りましょう。本日はですね、キッズスペースを皆様にお見せしたいと思います。ギラギラ太陽が燃えるようにドク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 激しく火を吹いて、今日はこの吹き抜けスペースを通って奥の階段から上がっていこうと思います。 MCV はね、あちこちに階段があっていろんなところから上がれるようになっています。あ、そして不思議な扉もあちらにありますね。ドラえもんのドア、行きたいですか？やめときますか？あの扉を開けたらね、私が北極に飛ばされてしまうかもしれないので、やめておきましょう今日は。さて、こちらのブルーの扉でございますね。まだ開かない。こちらの扉開けてもらいました。というわけでオープン、じゃじゃん、ぐっちゃーおーい。なんとですね、今日キッズのいろいろある用品、遊べる用品とかをですね、ちょっと撮影で外に持ってってしまったらしくてですね、今ちょっとこの部屋は大惨事みたいになってます。まあ、こういう空いた部屋があるとね、何でも小道具とか大道具が置かれるというのも MCV あるあるなのかなと思います。喋り方が普通になってしまいました。おっとっと。それでは本日もう少しキッズルームっぽくなっているもう一つの扉があるので、そちらをご案内したいと思います。この可愛らしいパステルピンクのお部屋、こちらも開けていきたいと思います。それではオープン、タタン。こんな感じでございますね。このようにですね、ベッドがある部屋というのもいくつかありまして、まあ大人も仮眠できちゃうし、お子様を転がしておくこともできます。そしてこのようなお子様が、このチーク玩具のようなものがですね、置かれております。ボンモ V 鳥本日はちょっとこのキッズスペースを紹介したので、それにまつわるものを紹介したいと思います。というわけで本日はベトナムの働くママ事情について少しお話をしたいと思います。日本でもたびたび取り上げられるワーカーママさんたち、実際子育てをしながら働くのは本当に大変なことだと思います。でベトナムではですね、家族の結束が昭和の日本のような感じですね、とても強いため、家庭に子供ができると、まあ、面倒を見てくれる周りの方とか親兄弟というのが結構いらっしゃいます。で私のね、ベトナム人の友人なども、何曜日以外はお姉さんの子供を面倒見なければいけないなんて言って、仕事早く上がったりする子も多いという印象があります。ベトナム人女性はですね、本当によく働く方が多くですね、 MCV も結構働く女性がとても多いです。まあ結婚されてる方、されてない方、いろいろいらっしゃいますが、 MCV で働く、まあ、出産間近の女性なんか大きなお腹を抱えて走り回ってるようなこともあります。 MCV で通販番組の事業部長を務めるちーさんという方はですね、社長のリエムさんと普通にメッセージのやり取りをしていた時に、ちょっと途中でですね、ちょっと待ってくださいという連絡をして、でその直後にまた連絡が来て、リエムさんに今出産しましたという、そんな直前までね、もう産む直前まで仕事のことをしていられるほど、まあ、よく働く方なんかもいらっしゃるようです。ベトナムはそうしてね、子供にもすごく寛容な国ということもあり、こうした MCV にもキッズスペースがあったりですね、ベトナムの子供の日には
20万ドン約1000円のボーナスを社員全員にくれたりとかですね、あと社員旅行もね基本的には家族とかお子様連れ OK でお子様もみんな参加できますよという形で行っているというのが、まあこれは MCV だけではなくですね、結構どこの会社もやってる会社は多いんじゃないかなという印象を受けます。この辺も日本とはだいぶ違うのかなという感じがします。で、まあ職場がこうやってお子様をね連れやすい環境であるということもあって、まあ今日はね見かけなかったんですけど、割とお子様がパタパタと走り回っていたりするような姿を見かけたりもします。で、そういった時もね、お母さんが忙しく働いていたらその辺の手空いてるスタッフが相手してあげていたりなんていう微笑ましい光景もよく見かけることができます。で、まあ基本的には仕事がちゃんと回れば良いというスタンスなのでですね、うまく連携を取って助け合いをするという環境、これはもうね本当に仕事をもしやすいし子育てもしやすいし素晴らしい環境だと思います。こんなところはね日本人もねもっと見習ってやっていければね、子育てしていたら仕事ができないなんていう環境もまたなくなっていって、もっと日本も少子化がストップしていくんじゃないかななんていうのを個人的にも思ったりはします。というわけで、この社会全体で子育てをするというその感じが、まあ、ベトナムの国がそういう雰囲気を作ってくれていることによって、こうやっていろんな会社でもそれが反映されているという素晴らしい環境だと思います。まあ、もちろんね業種によってはそうやってね子育てとのお仕事の両立というのはどうしても難しいという場合もあると思うんですけれど、まあ、社会全体で子育てをするような温かさがこの国を伸び伸びと成長させているような感じがいたします。というわけで、働くママさんたち、これからも頑張ってくださいませ。 MC ブイコでした。さようなら、また来週。